皆さんこんにちは、安藤さくらです。今日は私の漫画コレクションをご紹介します。今回はジャンプ作品に絞ってお話ししていきます。私一人で集めたというよりは、安藤家みんな漫画が好きなので家族みんなで購入したものになります。本当はね、本棚をずらっと見せられたらいいなと思ったんですが、このようにうちでは100均の漫画収納袋に入れて収納にボンと入れている感じなので、今回はこう1冊ずつ持ってお話ししていきます。紙の単行本10冊と電子書籍で4つ購入しています。では早速参りましょう。こちらじゃん、まず何といってもワンピースですね。このね、表紙激アツですよね。シャンクス、バギー、黒ひげ、ルフィが25巻と同じ構図で、またね、同じカラーリングで描かれているという、およそ20年80巻越しのアンサーとも言える表紙ですよね。私ワンピースと同い年生まれ、1997年生まれで、もうワンピースのおかげで人間的に成長できたと言っても過言じゃないくらいお世話になっております。毎週弟とね、今週のジャンプ読んだって言いながら楽しんでます。さあ続いて、じゃん、ドラゴンボールです。ドラゴンボール全42巻。私はこのね、ピッコロさんの服を着てるご飯がすごい好きで、この表紙を選びました。もうセルゲームでね、スーパーサイヤ人2に覚醒したご飯、かっこよかったですよね。このシーン好きな方も多いと思います。あのね、ご飯が悟空と精神と時の部屋で修行を終えて出てきてね、ピッコロさんにピッコロさんの服がいいって言って、ピッコロもまんざらじゃない感じでかっこいいのをプレゼントしてやろうって言ってね、もうこの二人の関係性、ご飯とピッコロの関係性もすごいいいですよね。ドラゴンボール物心ついた時から大好きな作品です。もうちっちゃい頃はね、本気でサイヤ人になれると思ってました。続いて、じゃん、こちらスラムダンクです。映画ザ・ファースト・スラムダンク見ましたか？どうかな。私ね、もうレッドと同じように、もう冒頭からもう涙が止まらなくて、あ、井上先生の絵が本当に動いてるっていうのと、あと漫画とはまた違った視点でね、楽しめる内容になってたので本当に見に行ってよかったです。でスラムダンクはこのお父さんが買い揃えてまして、ね、こんな感じで結構色あせてて、このね、古本の匂いも私は好きだったりします。もう世代を超えて愛されてる作品ですね。さあ続いて、じゃん、こちらハンターハンターです。黒のね、かっこいい表紙が好きでこれを選びました。もうハンターハンターは物語の設定が本当に細かくて、何回読み返しても、もう読み返せば読み返すほど面白いなと思います。で最近ね、富樫さんがツイッターで進捗をアップしてくれるようになったのもすごい嬉しいです。でハンターハンター、クロロと私はね、クラピカが推しメンでございます。さあ続いての作品はこちら、じゃん、ハイキューです。私はこのね、西野屋が好きでこの表紙を選びました。ハイキューはもう男子バレーボールを題材にした超青春漫画です。私バレーボール全く知らなかったんですけど、そんな私でも楽しめました。バレーボールのリアルな技だったり、攻防の駆け引き、あとは心情が本当に細かく描かれていて、もう漫画を見てるというよりは試合を集中して見てるっていう感じぐらいのめり込めましたね。でしかも出てくる登場人物が本当にみんないい人で、悪者が一人も出てこないんですよ。なので読んでてもう気持ちいいし、もうスカッと爽やかな涙を流せます。なのでちょっとね、なんかスカッと泣きたいなっていう気分の方、もう本当におすすめです。さあ続いてこちら、じゃーん、ベルゼバブです。見てください、ベルボー可愛すぎないですか？見て
基本ね、すっぽんぽんなんですよ。ベルゼバブはこの主人公最強と周りに恐れられている小賀辰巳高校生が、この人類を滅ぼすために魔王に送られてきた魔王の赤ん坊ですね、ベルボーを育てていくっていう設定なんですけど、もう設定からしてまず面白いですし、何よりこのねベルボーがもう半端なく可愛いです。なんか人間を見下したような表情だったり、泣き顔だったり、もうドヤ顔だったり、もう全部が愛おしくて、もうほんとねドハマりしました。であとね、この2人の男の絆、あと親子の絆ですね、がとっても熱いです。ギャグ要素とバトルシーンの塩梅がすごくいいので、サクサク読めると思います。でね、昔ちょっとやってたアニメもハマってました。さあ続いてこちら、サクサクいっちゃいます。鬼滅の刃、鬼滅の刃ね、もう大ヒットですね。全23巻、もうね敵が一貫しているので、大人から子供まで本当に誰でもね楽しめる作品だなって思いました。私も実際に家族みんなで楽しんでます。続いてこちら、じゃん、呪術廻戦。もうこれは母が五条さんのかっこよさにやられて全巻買っています。まあ、もちろんね内容も本当に面白いです。私も呪術廻戦の映画は2回見に行きましたね。いやこれも今ね熱いですね、呪術廻戦。続いてじゃん、約束のネバーランド。約束のネバーランド完結しています。全20巻。もうこれは設定が分かった時に、うわ、そういうことだったのっていう衝撃と、読んでてのハラハラドキドキがたくさんあります。約束のネバーランド完結してるのでね、20巻って結構読みやすいかなとも思います。さあ続いてこちら、こちら結構新しい作品ですね。坂本デイズ連載2周年かな。でこのねふくよかな男性坂本太郎さんが主人公なんですけど、実は元殺し屋なんですよ。である女性にある日一目惚れして、殺し屋を引退して坂本商店という個人商店を営んでるんですが、まあ、そこに様々な資格が現れるんですね。まあ、家族とのね平和な日常を守るために、まだね殺し屋の腕は健在の坂本さんが戦っていく作品でございます。バトルシーンが本当に爽快で見応えがあって、で結構周りに日常にあるものを使いながら戦ったりしていくのが、まあ、面白いです。今私結構注目している作品です。さあ以上ざっと紹介した、こちら紙で持っている単行本10作品です。あとは電子書籍で僕のヒーローアカデミア、あとマッシュル、あとチェーンソーマン、スパイファミリーは購入しました。まだまだねジャンプ作品読めてないものたくさんあると思うので、ぜひ皆さんおすすめコメント欄で教えてください。お願いします。ジャンプ作品以外も持ってるので、まあ機会があれば動画撮ろうかなと思います。皆さんコメントをどしどしお待ちしております。最後まで今日もご覧いただきありがとうございました。またねー。